草野新平、草野新平、草野新平、1903年、明治36年5月12日から1988年、昭和63年11月12日は、日本の主人、福島県岩木郡上小川村、現、岩木市小川町出身。五人兄弟の次男として生まれる、兄の草野民平、草野民平、1899年、 明治32年から1916年、大正5年、弟の草野天平、草野天平、1910年、明治43年から1952年、昭和27年も詩人。1919年、岩木中学、現、福島県立岩木高等学校を4年生で、中退した後上京し、1920年、慶応義塾普通部3年時に編入したが、 同年、同校を中退し、1921年、中国の高等霊南大学、現、中山大学に進学する。1925年、大正14年配日運動により、帰国。施策は、この留学中に開始されている。帰国の少し前に、日本から送られてきた、宮沢賢治の詩集、春と修羅を読み、大きな刺激を受ける。 1923年、大正12年には、民兵都事故の死を収めた、肺炎のラッパを、自費出版。この時は一時帰国していたため、出版地は日本。帰国後、雑誌、ドラを主催し、ここに、宮沢賢治や八木十吉らを同人に誘う。賢治は参加したが、十吉は、佐藤総之助の死の家に参加していたため、加入しなかった。 それでも新平は柏に住んでいた十吉を自宅まで訪ねている。賢治には生前に会う機会はついになく、河村光太郎経由で不法を知り、花巻の実家を訪れることになった。彼らの没後まで新平は作品の紹介を続け、特に賢治に関しては、最初の全集、文歩堂版、宮沢賢治全集の観光に尽力した。1928年、 昭和三年、活版刷りとしては、初の詩集となる、第百0階級を刊行。前編が河津をテーマにしたものであり、以後も、この生物を扱った詩を書き続けた。九百三十五年、昭和十年には、中原中也らと、詩詩、歴帝を創刊する。九百三十八年、昭和十三年二月から四月まで、デート日日新聞の記者として、満州。 中国に渡りその時の模様を死な点々にまとめている。なお、同時期の日記は現存しない。また南京陥落の1937年12月には南京には滞在していない。その後、南京に成立した王朝明の中華民国国民政府の宣伝部長を務めていた大学の同窓生に誘われ、宣伝部顧問として終戦まで南京に滞在する。在中時代は、 焼き鳥屋をやっていた経験を持ち、戦後日本に帰国した際にも、日の車という焼き鳥店を経営していた。1950年、昭和25年には、河津の歌によって、第1回読売文学賞を受賞。1953年、昭和28年、福島県川内村長福寺の住職、矢内春光の招兵で、道村平福沼に、森青ガエルを見に行く。 1 9 5 6年、昭和31年、平福沼藩に新兵の家碑が建立される。1960年、昭和35年9月、川内村名誉村民となる。1966年、昭和41年7月、川内村名誉村民の省として、天山文庫が建設され、その後、毎年7月に、天山祭りが開催されるようになる。 1976年、昭和51年、3月29日、東京都東村山市秋津にある自宅に、林家の火事が累傷し繁殖。草の本人は避難して、無事だった。1983年、昭和58年、文化功労者。1984年、昭和59年7月、岩木市名誉市民となる。1987年、 昭和62年には文化勲章を受章。1988年昭和63年11月12日、自宅で体調を崩し、搬送先の埼玉県所沢市の所沢市市民医療センターで急性心不全のため死去。1998年平成10年8月に新兵の功績が称えられ、福島県いわき市にいわき市立、 草の新兵記念文学館が開館した。2003年、平成15年4月、成果が一般公開される。墓石は、福島県岩き市小川町上小川、上京寺にある。初期の作品を除くと、ほとんどの詩において、文末に句点が用いられている。その代わりに、当店はほとんど使われていない。第四の河津から、 シュラキの果ての昨今まで新仮名を採用していた、それ以前と以後は旧仮名である。河津の詩人と俗に言われるほどに、生涯にわたって河津をテーマとした詩を書き続けた。この分野では、河津の鳴き声が様々なオノマトペで表現されている一方、いくつかの前衛的な試みが行われている。例えば、島民を構成するのは黒丸一文字のみである。また、 ノクターン、ムーンフラックス、天気などでは、絵画的な手法が用いられている。河津について新兵は、第1 0階級の後書きで、僕は河津なんぞ愛していない、と叫んだことがあった。実際、河津についての試作をやめようと思ったこともあったと、詩集、第4の河津の覚え書き合いはある。1948年、昭和23年に、 低本河津を出した行きつについて、もう河津も年貢の収め時だろうからと語っている。しかしその後も新帝は河津の詩を書くことを止めなかった。第四の河津の最初の後書きである覚書き愛は1961年昭和36年1月に書かれた。すぐに出版されたわけでなく河津に関する詩を作り続けた結果、同年10月に 覚書 E を残すことになる。詩集では、最初の覚書と二番目の間に八編の詩が書かれている。その後も買わずの作品をいくつか作り、結局、覚書 E、覚書音を入れて、ようやく1964年、昭和39年に出版された。出版によって、一応の集結、覚書音を見せたと語りながら、 E の中では再び河津の作品を書きたくなったと告白している。4においては河津の詩に終わりをつけようとしながら、一方で河津に関する詩がこれで終わったとは言い切れないような気軽とも書いている。そして河津のモチーフはこの後壊れたオルガンや太陽は東から上がるなどにも現れ、最後の詩集、自問ほか門にも二変の詩がある。 カエルの子はカエル、生、生である。この生物に関する詩集を4冊、第100階級、河津、底本河津、第4の河津残しているが、河津の詩群は、新兵の詩作品の全てではない。富士山をはじめとした山についてのもの、海に関するもの、シルクロードを扱ったもの、詩集、詩集これ字はこれを集めたものもある。 新編雑記に属するものもかなり書かれているが、中原中也の訃報に寄せた、詩編、空間、絶景書集では、地球という言葉を用いて、作者、あるいは、語り手が冷酒を飲むし、豊かき種、健康書集では、山田大蛇、古事記、富士、山という言葉を配置している。富士山は、新編の祝に品質し、これを題材とした詩集、富士山も編んでいる。 1940年、昭和十五年から富士についての詩を発表し始めた。同じ年、南京にわたり、以後数年間この地を中心に創作活動に従事する作品第一では本文中で、作品第十三では注釈の中で実際の山を見ているわけではないことが示されている。百四十三年、昭和十八年に十七編をまとめて富士山として、 小森社から観光する。その後も、檻に触れて、富士にまつわる詩を発表した。大白道、日本砂漠、牡丹県、天に収められた九つの詩編は、草の新平自然景、1973年、昭和48年において、作品番号が振られ、26の連作詩集、富士山の一部となった。これとは別に、 1966年、昭和41年には、岩崎美術社から、同名の詩集を刊行している。18の詩編からなり、先の26編と重複するものはない。新平が、河津と同様、生涯にわたって追い求めた、富士山は、やはり最後の詩集にも登場する。何々富士という詩では、富士山が唯一無二であるという前提のもと、 富士という名のつく山を皮肉りながらも、それぞれの山の美しさや独自性などを賛美しようとする。また、天という言葉もよく現れ、この言葉を題名にした作品も少なくない、天のベンチ、猛烈な天、空気天、宇宙天など。昭和30年代を除けば新兵は多作な詩人であり、大百階級以前にも1923年、 大正12年から1925年、大正14年にかけて8冊の詩集が編まれている。1973年、昭和48年には、それまでの修行の大部分を収めた草の新兵自然系が、筑馬書房から刊行されたが、その翌年から同社の協力のもと、1年に1冊のペースで詩集を出版する企画がスタとした。いわゆる年実集である。 出版社が倒産した1978年、昭和53年を除き、1986年、昭和61年まで刊行が続けられた、1985年、昭和60年、刊『市中コレジは、視聴者からのモノデり年次衆には含まれない。この間に、同社から、草野新平前衆、1978から1984年、 全12巻が刊行されたが、出版年からわかるように、年次詩集は、途中、健康までしか収録されていい。修羅記の果ての昨今からは、第4の河津のように一度覚え書き、後書きをしたためた後にできた数編の詩が、覚え書きの後に配置され、覚え書きが書かれるようになる。晩年の詩のいくつかでは、過去の自作からの引用が、積極的に行われている。 例えば、ボタン券、1948年、昭和23年、収録の、雪は、教科書にも掲載され、広く知られる詩の一つであるが、この作品に登場する文章を一部改変した上で、幻像、1982年、昭和57年、の同名詩に使用した。そして、雪の疑音は、動詞、雪、1985年、昭和60年、勘、 幻系でも取り入れられている。また、前転、植物も、動物、原音に収録された、ダイイング、ファンタジー、おかつくファントシー、野尻ファンタジーというタイトルの詩は、いずれも、絶景、1940年、昭和15年の冒頭詩、ベリングファンタジーを意識したものとみられる。新兵の詩、特に買わずものはいくつも曲が付けられている。例えば、蛇祭り行進 第100階級は、清瀬康二、忠敬彦、堀江津子、南博明によって、男性合唱曲にされ、いずれも出版されている。河津の商名、壊れた、オルガンという詩は、石井牧によって、実際に生命化された。新平は、詩人と作曲家の共同によって、新しい歌曲を生み出そうとする音楽グループ、ランディの会に参加していたことがあり、 自身の詩の音楽家に関心を持っていた詩人の一人である。清水治虫の河津の歌はここで発表されている。1992年に三木実が作曲したフォークオペラ読み返るは新平の様々な詩を素材に藤田朝也が物語として構成したものであり、登場人ではなく河津もの,のゴビラフ、グリマ、ルルルなどは原作にも登場している。 草野の死の評価としては、宇宙的なまでに広がった世界観の中で、存在の孤独をニヒリスティックに、あるいはまたみずみずしく描いたとも言われ、彼の死には、存在の悲しさと孤独が強されながら、一方で野生的なまでの生命力に満ちている。だが、その世界の時空間が、宇宙的、太古的に消化されることで、 社会的関係性が欠如しているという批判もかつてはあった。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。